デイビッド・マーク・ウィンフィールドは、アメリカ合衆国メネソタ州セントポール出身の元プロ野球選手、指名打者。ニックネームは、ウィニー。幼少期から運動神経に優れ、野球とバスケットボールで活躍する。1969年の MLB ドラフトで、ボルチモア・オーリオールズから40巡目に指名を受けるが、契約せず、学費が全額支給される特待生として、 ミネソタ大学に進学。当時のバスケットボール部コーチは後年 NBA や ABA でも指揮を取ることになる若き日のビルムッセルマンであった。野球部コーチは元 MLB 選手で大学野球の殿堂入りをするディック・シーバーと、バスケットボールでは1972年に53年ぶりのビッグ天体会優勝を果たし、野球では1973年にチームを、 カレッジワールドシリーズに導いた。パドレス時代のウィンフィールド1973年の MLB ドラフトでサンディエゴパドレスから1巡目に指名を受けただけでなく、NBA ドラフトでアトランタホークスから、ABA ドラフトでユタスターズから、そしてアメリカンフットボールはプレイしていなかったにも、かかわらず NFL ドラフトでミネソタバイキングスから17巡目に指名を受けた。 三つの異なるプロスポーツからドラフト指名を受けたのは、他に、ジョージ・カーター、ジョ、ジョ・ホワイト、ノエル・ジェンク、ミッキー・マッカーティ、デーブ・ローガンの五人だけであり、四つの異なるプロリーグから指名を受けたのは、ウィンフィールドとカーター、マッカーティの三人だけである。最終的に、パドレスと契約し、野球の道を選ぶ。ドラフト指名から2週間後、6月19日の、 ヒューストンアストロズ戦で早くもメジャーデビュー。多種目でのドラフト指名に加え、マイナーリーグを経験せずに、メジャー昇格を果たしたことで話題を呼んだ。6月21日の同カードでメジャー初本塁打を放つなど56試合の出場で打率、277を記録した。1974年はレギュラーを獲得し20、本塁打、75打点を挙げる。 1975年、1976年は、それぞれ15本類だ、13本類だと伸び悩む。1977年は前半戦で打率、296.21本類が、70打点を記録し、自身初のオールスターゲームに選出される。しかし後半戦は打率、239.4本類が、22打点と不審に、陥った。 1978年は2年連続でオールスターゲームに選出され、打率308.24本類が97打点の好成績を挙げた。1979年は前半戦で打率331.22本類が72打点の成績でオールスターゲームで初の先発出場を果たす。最終的に打率308.34本類が 118打点を記録し、キャリア唯一の打撃タイトルとなる最多打点を獲得。初のゴールドグラブ賞を受賞し、MVP の投票では、同点受賞のキース・ヘルナンデス、ウィリー・スター・ジェルに次ぐ3位に入った。1980年は打率、276.20本塁が87打点と成績を落とした。オフにフリーエージェントとなった。 ヤンキース時代のウィンフィールド1980年12月15日にニューヨークヤンキースと当時最高額となる総額2330万ドルの10年契約を結び移籍。1981年は50日間に及ぶストライキでシーズンが中断、短縮された影響で全校規制の変則日程となる。13本塁打に止まるがチームは全期優勝。 ミルウォーキーブルワーズとのディビジョンシリーズでは打率。350と活躍するが、オークランドアスレティックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。154と不振。チームは3年ぶりのリーグ優勝を果たすが、ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは22打数、1アンダー、打率。04ごと極度の不振で、チームは2勝4敗で敗退。辛口で知られる。 オーナーのジョージ・スタイン・ブレナーは、大舞台で活躍できないのは、彼が、スーパースターではないからだ。ミスター・オクトーバーを手放して、ミスター・メイを手に入れてしまったと皮肉を言うほどで、その後引退するまで、ミスター・メイと揶揄される。オフに前年から制定された、シルバースラッガー賞を初受賞した。1982年は、キャリアハイの37本塁打を記録。 1983年8月4日、敵地エキシビションスタジアムでのトロントブルージェイズ戦で5回表開始前のウォーミングアップ中にカモメを追い払おうとしてボールを投げたところ直撃してカモメが死んでしまった。その際の追悼する仕草が観客の怒りを買い、試合後オンタリオ州警察に動物虐待の容疑で拘束され保釈金500ドルの支払いを余儀なくされた。 この事件後トロントのファンからブーイングを浴びるようになった。それでも同年は32本塁が116打点の活躍を見せる。スタインブレナーに打率を残せないと批判された1984年は6月に1試合5アンダーを3度記録するなど打率476を記録し前半戦で打率370シーズン最終戦を前に 341でチームメイトのドン・マッティングリーを一輪差で抑えてトップだった。しかしファンは生え抜きで同年からレギュラーを獲得した23歳のニューヒーローマッティングリーを応援する機運が強くデトロイト・タイガースとの最終戦で打席に立つウィンフィールドにブーイングを浴びせた。結局マッティングリーが4アンダーを放って逆転しキャリアハイの打率340を記録しながら タイトルを逃した。1988年まで毎年25本類が100打点前後の成績を残すがチームは低迷し、ポストシーズンとは無縁だった。1989年は背中の故障によりシーズン未出場に終わる。1990年5月11日、マイクウィットとの交換トレードでカリフォルニア・エンゼルスに移籍。 1991年は4月13日のミネソタツインズ戦でキャリア唯一の1試合3本塁が6月24日のカンザスシティロイヤルズ戦でサイクルヒットを達成するなど28本塁が86打点を記録オフにフリーエージェントとなった1991年12月19日にトロントブルージェイズに移籍1992年はファンに対し もっと盛り上がってくれるようにと懇願。このウィンフィールドは歓声が聞きたいというフレーズは球団の T シャツなどのロゴに使用された。主に指名打者として出場し40歳ながら打率290.26本塁が108打点を記録する活躍でチームの地区優勝に貢献。アスレチックスとのリーグチャンピオンシップシリーズではに本塁打を放ちチームは 球団創設以来初のリーグ優勝。アトランタブレーブスとのワールドシリーズでは打率。227に終わるが、大手をかけて迎えた第6戦。延長11回表に、決勝の2点適時にルイダを放ち、チームを初のワールドチャンピオンに導いた。試合後に、このアンダは、我が人生における最大のアンダだと語った。オフに再び、フリーエージェントとなった。 1992年12月17日に故郷のツインズに移籍。1993年9月16日のアスレティックス戦で史上19人目の通算3000安打を達成。3000本安打をドーム球場で達成した唯一の選手となる。1994年は232日間に及ぶ長期ストライキでシーズンが打ち切られ10本塁打に止まる。 1994年8月31日にクリーブランド・インディアンスに移籍。1995年は衰えを隠せず、打率。191.2本塁打に終わる。チームは独走で、地区優勝を果たし、ワールドシリーズまで進出したが、ポストシーズンのロースターには残れなかった。同年限りで現役を引退。マイナーでのプレイ経験がない数少ない選手の一人で、ある。 引退の翌1996年より、FOX 放送の MLB 中継の解説者に就任し、2009年に ESPN に移籍するまで務めた。ウィンフィールドのパドレス在籍時の背番号、31、サンディエゴパドレスの永久欠番に2001年指定。2001年、資格書年度でアメリカ野球殿堂入り。レリーフでどの球団の帽子を被るか注目され。 最初に在籍したパドレスを選択し、球団史上初の電動入り選手となった。同年パドレス時代の背番号31が球団の永久欠番に指定された。また、電動入りした2001年から2013年までパドレスの副会長、シニアアドバイザーを務め、2013年12月より MLB 特別補佐を務めている。二千十四年十一月十四日、 東京ドームで行われた日米野球第2戦において始球式の補修役を務めた。ありがとうございます。